こんばんは。お疲れ様です。寒いね、めっちゃ雨降ってますね。お疲れ様です。お疲れ様です。寒すぎ。肉まん食べますか？食べたい。めっちゃ肉まんの季節だね、これから。肉まんの季節。充電ができないぞ。来た。こんばんは。てか全然寒くてびっくりなんだけど、普通にどういう服装したらいいんだろうね。っていう感じ。普通にストーブ出しました。出すよね、これは。まあ、普通にまだ別に家の中はそんなでもないけど、普通に外がマジで寒すぎて、もう全然あのなんかインナー欲しいぐらいのレベル。なんか今日メーヘン。メーヘンじゃない今日。アイライン。なんか配信でさ、メイク見るといつも鏡でやってるメイクと違うんだよね。なんなんだろう。今日も可愛い筋だよ、ありがとう。
今日は何食べたの？今日は焼肉食べました。焼肉を食べました。マジかよマジかよいいな。そうなんですよ、焼肉食べてきた、焼肉食べてきちゃったよ。この前も食べて、うん、めっちゃ食べてるかも最近。焼肉、焼肉めっちゃ食べてるかもしれない。配信するって本当になんか気になるところが、顔の焼肉、焼肉食べたい、食べたいでしょ。焼肉なんかいくらでも食べますから肉なんかいくらでも食べますか、食べられますか。真ん中よ、サイドメニューは何を頼んだの。食後に冷麺食べました。トマト冷麺でめっちゃ美味しかった。ついに炭水化物、全然ついにじゃないけどね全然毎日食べてる炭水化物は全然ついにではないんですけど。こんばんは。寒いのに、寒さとか関係ないですよ。冷麺に、冷麺、冷麺とかラーメンとか夏とか冬とか関係ないから、美味しいものは美味しかったな、とっても。ステーキは食べないですか。ステーキ大好きですよ。最近食べてないかも。ステーキ、鉄板焼き食べたいんだよね、ひな。鉄板焼きまだ胃もたれって感覚はなさそう。うん、ない。マジで胃もたれだけはしない今のところ、胃もたれしないです。謎にね、胃だけ強くて
でも今日デザート食べてないからすごい食べたいけど我慢した。美味しいお肉食べたから我慢しました。もう本当にどうしてこんなにあくび出ちゃうのかな。こんばんは。若いって素晴らしい。でもこれに限っては本当ひなにひなかもひなだけかも。マジで普通にお友達とかはなんかみんな胃もたれとか結構言ってるからこれに関してはもう多分ひなの胃がちょっと普通と違うだけで、若いというよりかはなんか多分謎にちょっと強いそう謎にね。やばい、マツエクがあまりにもなくなったことに今気づいた。なくなりすぎじゃない？どう考えても。普通にひなのまつげどうない？やっぱりまつげ美容液塗らなきゃ、まつげ美容液塗らなきゃ。なくなるものなくなるよ。エクステですから、エクステですからなくなりますよ。お願いだから伸びてくれ、お願いだから伸びてくれ。自まつげのことだよ、自まつげのことですよ。もう本当に嫌だ。ちゃんと美容液持ち歩こう。もうすぐで15分経つかな。600日のみんな写真撮ってね、写真撮ってね。みんな本当に、あ、ちょうど皆さん600日ありがとう。600作れないんで。え、なんか今日顔ぽっちゃりさんじゃない？むくんでるんだ顔が。顔むくんでるわ今日。なんか今日ビジュアルいなって思った。撮れました？めっちゃビジュアル。あ、終わっちゃった。写真撮ってくれたかな。え、めっちゃビジュアル。メイクしてんのにすっぴんみたいメイクしてんのにすっぴんみたいはちょっと言い過ぎかえ、めっちゃビジュアルくない？普通に。みんなありがとうございます。600日嬉しい、ありがとね。本当に今日で600日ということで、かわいい、ありがとう
1600日ということでね、ちょうどだからまあほぼ加入して600日、まあちょっとね何回かできなかったというかチケットを使った日があったとは思うんですけど、無事に600日達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ありがとうございます。アンドゥタワーありがとうございます。もう本当にいつもね節目のたびにタワーありがとう、本当にありがとうね、いつもありがとう、ありがとうございます。アンドゥさんタワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうわー、ありがとう、節目のたびにいつもいつも感謝。そう、まあいろいろあのね、だから加入して300日ぐらい経ったってことだよね、きっとね、きっとっていうかそうなんだよねきっとっていうかそうなんだよね、東京キュートキュートに加入してから。まあね、あの本当に600日本当にまあいろいろなんか考えることはあるんですけれども、そのね、あのすごいね、あのやっぱこの加入して2年間の中でやっぱりやりたかったことをねできたりだとか、まずこうね地元に行けるよう、地元でお仕事させていただく機会とかもね増えてね、2年経ちました、2年ではないですけどもうすぐで2年、まずなんか一番それがねやっぱ今嬉しかったなと思うことでずっとね、なんかこうやっぱこれ何回も東京来てから毎日配信の関しての話になった時毎回言ってるけど、実家にいた時よりも毎日配信がめちゃめちゃ難しくなったからこれはもう本当に実家にいた時よりも毎日配信というものがめちゃめちゃこうまあめっちゃ悪い意味で言ったらすごい重荷になっちゃうことが多くて、まあ、毎日配信してなかったらとかその思っちゃうようなこともあったっていうか、そのでも悪い言い方すぎ、いやそういうことじゃなくて、ちょっと勘違いしないでほしいのはそういうことじゃなくて、あのそういう風になっちゃうぐらいなんか結構難しかったんですよね、毎日配信が。大丈夫だよ、分かってる、ありがとうそう分かってくれたら嬉しいんですけど、そういうことじゃなくてね、重荷にな思ってるっていうことを言いたいんじゃなくて、重荷には思ってないからやってるんだけど、でも本当になんていうの、そういう風になんか毎日配信やってなかったらなって思っちゃうような時があったっていうこと言いたいことわかるよ、ありがとうね。そうだから、なんかそう今もすごい言う、今もっていうか、今もすごい言われる、毎日配信やめたらとかそう、そんなんだったら毎日配信やめた方がいいんじゃねっていうきつい言葉を今も結構言われる、ファンの方に言われることあるし、なんかまあ誰も言わないだけでみんな思ってるよみたいな感じですごい言われることも多いんですよね。みんな優しいからヤヒに言わないだけでみんな思ってるよってすごい言われることもあるんですけど
から、え、だったらじゃあやめ、なんかもうひなもなんか、え、だったらじゃあやめるわぐらいにもうなんかそういう気持ちになってしまった時もそうあるんだけど、今もなんかまあやっぱそういうこと言われると、はじゃあみんなよとか思うし、ごめんね違うよ、それはもうひなもなんかまあそういう部分あるんだけど、え、だったらじゃあ見なければよくねって思っちゃうぐらいに、まあきついことも言われることもあるから、そう、まあみんな本当に言わないだけで、みんな優しいから言わないだけで、まあ確かにそういう風になんかまあね、やっぱしかも当時の NGT の時のひなの毎日配信を知ってる人だったら確かに、まあおろそかだよねって言われるのも、まあ NGT の時はひなもレベルが違うぐらい配信してたから、まあ確かにその時の頑張りに比べたら、まあ確かにそういうこと言われるよねともすごい思うし、だけどまあでもその一番やっぱひなが それでもやりたいって思う、ね、なんかそのおろそかに見えたりとかそのするのかもしれないけど、それでもやりたいって思うからやってるし、やりたいって思うのはやっぱりこうやって会えないライブがある日とかもみんなとこうやってコミュニケーション取れたりとかするっていうのが自分の幸せだし、自分がやりたいって思うから配信したいし、まあだから普通にこう毎日15分しかできませんみたいな日があって、え、何なんかやる気ないのとか、え、おろすかじゃんって思われるかもしれないけど、まあ確かに、まあじゃあ、まあ、15分はそう思われるのかもしれないけど、じゃあやらないんじゃなくて、ひなはじゃあ15分でもっていう、ちょっとでも1日15分でもコミュニケーション取りたいなっていう気持ちがあるから毎日配信やめないし、まあこうやって毎日やるっていう、こうひなって本当できること少ないからさマジで特技も何もないから、とにかくなんか少しでもこう自分なんかやってますっていう、そのなんかそういうのもね、こう毎日配信やってます、600日続けてますっていう、なんかまあなんかそれだけのために適当にやってるとかもないし、なんかまあだから本当に当時の NGT の時の配信と比べて、まあ確かに配信数とか配信量少ないからすごいめちゃめちゃ言われるんだけど、え、だったら毎日配信やめなよって言われるんだけど、なんかそれは分かってくれたら嬉しいなって思います。やりたくなかったらやらないし、うん、すごい、うん、やりたくなかったらやらないやりたくなかったら毎日配信やめます。はい、だからそう、まあ東京に来て、まあ、ありがたいことにね、お仕事の方もプライベートのお友達も、新潟にいた時って日のプライベートの友達いなかったから誰一人としてお仕事の方もプライベートの方もすごい友達もたくさんできたりとか充実したりとかして、本当にだからそこに配信もあってすごい楽しい毎日をね過ごしているんですよ。ひなのその毎日にやっぱみんなはいてほしいし、そうだからもうお仕事と友達だけでいや毎日だから毎日配信やめますっていうことをしたいわけじゃないくて、やっぱそこになんかね、そんなのそのお仕事とプライベートが充実してる中にもやっぱりライブがない日もみんなと、まあひなはみんなの顔見れないけどこう配信でね、でもこうやってみんながコメントしてくれたりとか、今日何食べたよって、今日何したよとか、これからライブ行くねってやっぱ言ってくれるのが嬉しいし、やっぱその日常がなくなるってひなにとっては無理だなって感じなの。その日常がなくなるっていうのはひなにとってすごい嫌なのね。だから
まあ本当に、まあ、何回も言うようだけど、まあ、NGT の時と違ってひなの配信量とかが少ないからもう言われるんです、めちゃめちゃなんかそんなこうあれだったらマジで配信毎日配信やめた方がいいっていうのをすごく言われるの、とにかく言われるのでもじゃあ本当に嫌だったら見ないでくださいって、これ前も言ったけど、いや本当にひな見てほしいし、見てくれるのはありがたいし、コメントしてくれるの本当に幸せだからみんなに見てほしいんだけど、なんかすごい不満があるようだったら、すんごい不満があるようだったら見ないでください。確かにそのまあ本当にひなも NGT の時に比べたら配信量はそれは少ないし、まあ、遅い時間に配信しちゃうこともあるし、でもやりたいからやってるんであって、なんかそのやりたいからやってるの、やりたいからやってます、伝われあの聞いてほしいのが、あのやりたいからやってます、よろしくお願いします。はい、あのやりたいからやってます、だから何も言わんどいてまあ確かに本当に本当に当時のね、あの実家にいた時に比べたら配信の量はね少ないですよ、ごめんね、ひなもたくさん、まあたくさんだからたくさんできる日はやろうっていう風に思ってるけど、そうだから本当にその少なくなっちゃったりとか、まあ、した分はごめんなさいなんですけど、なんか本当にこう当時と比べてとかすごいなんか言ってくるのはもう、いうるさいですあのやりたいからやってるっていうことを伝わってほしい、そう私の配信なんだから私の好きなようにやらせてください、やりたいからやってます毎日配信やめろとか言うな、じゃあお前が見るのやめろ、ごめんなさい、やばい、思ったことかし違くて、それは違くて、でもなんか本当にちょっと今のはちょっと C なんですけど生きがいありがとう、そうだからその本当にだからそう伝わってほしいだけ、ひながやりたくて やらせていただいてる毎日配信をっていうことです。はい、いつもありがとう、みんな見てくれてそう、もう本当にこうやって毎日見てくれるみんなには本当に、だってこれもう本当になんかいつも同じこと言ってんだとか思われるのも嫌だけど、ひなはさあの本当に語彙力ないからいつも多分同じ、いつも同じあの言葉でしか伝えられてないかもしれない、こういう節目のたびに同じ言葉しか言ってねえよお前ってなるかもしれない、ごめんね、それは本当に語彙力がない日が悪いんだけど、でも本当にそのあのみんながこうやっていてくれなかったらひななんか毎日配信できてないから、確実にで、ひなは本当にこう生きがいなのよ、あのみんなが今日もありがとうとか、ヤヒの配信でこれからお仕事、ヤヒの配信見れたからこれからお仕事頑張れそうとか、なんかそういうことを言われるのもすごい生きがいなのね、だから可愛いとか今日もありがとう、今日も可愛い、今日も見に来れて嬉しいとかがもう本当にひなの生きがいだから、すごいみんながいてくれてなかったらできてないことなので、あのね本当にみんなのこと振り回しちゃってるかもしれない、あの配信ギリギリの告知だったりとか配信遅めの時間だったりとか、え毎日配信今日大丈夫そう、いや日寝落ちしちゃってんじゃないとかすごいみんなに心配させてるよねいつもね、ええもう1時になっちゃうけど大丈夫みたいな、でも本当にそれは確かに本当にごめんなさいって思いながらも本当にみんなに愛されてるなっていうのを自覚しながら、あの本当に反省しながらっていう
普通にそれはまあもう本当にいつもごめんなさいっていう感じなんですけど、いやもう笑えない、ごめんなさい、もう笑えない、真面目にごめんなさい、これはけど本当になんかそうやって心配してくださる人がいるのも本当に愛されてる証拠だし、あの本当にいつもありがとうございます、はいね、まあやっぱ実家にいた時よりね、そのあのこう一人で行動してるわけだから、まあ、実家にいたらもうずっと家にいるからさ、その寝落ちしても親が起こしてくれたりとかさ、そういうのあるけど、本当にだからなんかね、一人になっちゃってこう結構そういう汗汗したところを見せていることもあるかもしれないんですけど、本当にいつもありがとうございます寝る前に配信見れるの何より嬉しい、うわありがとうございます、本当にね、ありがとうね。寝落ちしてるんだろうなと思ってハラハラしてるすいません、いつも P ちゃんのことはずっと見守っていますか、ありがとうね。だからそのまあ最近すごくいろいろね考えることが多くて、まあ、これは毎日配信とかじゃなくてね、普通にいろいろこれからについてこれからっていうかまあね、やっぱね、だから本当になんかこうやっぱりねすごいやっぱこう、ね、どういうこと？だからなんかまあみんこれはもう前回の時から、前回っていうか以前からね、もう本当にみんなにこうね振り回しちゃう、振り回してしまってるしまうことがこれからもあるんですけどみたいな風に言ってるんだけど。これからも振り回してしまうことがねあるかもしれない、すごいいろんな気持ちに思わせてしまうことがあるかもしれない、でも本当にこうやっぱ48好きだった人って結構ライブアイドルあんまりっていう方がやっぱ正直多かったなっていうのがすごいね、やっぱライブアイドルになって思ったこと、やっぱり合わない無理って言っていなくなってしまった方が正直すごく多かった、まあでもそれはすごく分かっていた、そう分かっていた、うん、もうずっと絶対そうだろうなって思っていたら本当にそうだっただからそれでもこうして今応援してくれている皆さんは本当に大事にしたいし、これからもずっと好きでいてほしいし、だからこそ恩返ししたいってめっちゃ思う。それはまあもちろんそのこのひながライブアイドルになってから出会ってくださった方ももちろんね、それはその以前の話から、まあ、今は以前の話もしたけどじゃなくて、この今ここで出会ってくださった方ももちろんですよ、そうこうとにかく今こうしてひなを応援してくださってる皆さん、応援し続けてくれる皆さんやっぱりすごい本当に特別だし恩返しをしないとっていう、どうやったら返せるんだろうっていう焦りと悔しさとみたいな、焦りと悔しさと悲しさとみたいな、もうすごい
そんな感じなんですよ。もうなんか泣きそうになるというか、みんなのことを考えるとこんなに時間とお金と自分の大事な時間とか生活人生を使ってくれてるみんなに何もできてないって思ったらめっちゃ涙出ちゃうだからこういろいろ考えるんだけど、それが叶うかもわからない。叶えたいんだけどね、でもそんな確信もないっていうのも怖いしだからすごいこれからも不安にさせちゃうこととか振り回しちゃうことがあるかもしれないんですよ。なのでね、なんか本当に口だけにならないようにしたいなって思ってますだから頑張んないとっては思ってますうん、すごい BGM にギターが聞く、これみんな聞こえてんのかなみんな聞く、みんなさ聞こえてないかん聞こえてるんだBGM にギターが始まりましたお聞きください死ぬいとこですいとこです、はい失礼しますえひのやりたいように後悔しないようにしてね、ありがとう。だから本当に間違えてしまう、何が正解かってわからないからさ、本当に間違えてしまうこともあるのかなとも思うし、ってことはみんなのことを振り回すってことにもなるし、本当にでもみんなと一緒に歩きたいから、これからも応援してくれたら嬉しいなと思います。いとこが BGM してくれたんやたまたまね、たま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 練習してます今あなたと一緒に歩きたい、あなたと一緒に歩きたい、たまたまない、うん、いつも練習してる。カラオケ配信も待ってる。そうだね、久々に今度ねしたいですね。俺もって言ってくれる人がいる限り頑張り続けたいなってすごく思います。こうやってね、こう
節目の節目にもこうみんながお祝いしてくれたりとか、そうありがとうっていう風に言ってくれるの本当に嬉しいし、こっちがありがとうっていう、もうこっちがありがとうってな、あなたじゃない、こっちがありがとうなんですよね。もう私がありがとうじゃんって言われるんじゃなくて、私がありがとうなんだよね。私がありがとうなんだよね。B ちゃんいないと生きていけません。嬉しい。 A の配信は生活の一部。うん、嬉しい、いつもありがとう。ありがとうございます。